拾いもんなんだけど、うん、これ拾ったんだよね。いろいろ落ちるな。ね、やってみない？やりなよ。でもこれ普通に小顔になるやつでしょ。いいじゃん。要はね、うん、やったほうがいいよ。やったほうがいいよ。その顔大きくケア、ケア大事だよ、ケア、うん。あ、フェイスリフトマスクって書いてある。あ、じゃあ上がるんだ、うん、そう、なんかあれだよね、筋肉ビクビクさせて鍛えるやつみたいなやつだよね。うちにもあるけど気持ちいいよ、芝居それ。帽子取ったら、え、いいよ。じゃあ嫌とかじゃないの？小顔が嫌になることない？嫌とかじゃないの？え、で、小顔になったらかっこいいよ。そうだよ、まあね、うん、ほら、もっとかっこいいって言われるよ、うん、まあこういう感じでね、にっこりにっこりになっちゃうわけですね、うん、これ電極でしょ。それは知らん。そんなことないし。あと、さっき増田につけたら痛い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 って言ってて面白かったって言ってたよ。それってさ、閉まってくるんじゃないの？増田の顔がでかい。え、それってなんかつけなくていいの？いいよ、やれよ。うちのやつはなんかつけるもんね。そう、なんかなんていうの、その電気が流れるから、その化粧水み的なものを間にかましてくださいって書いてあるけどな。へー、ここでもうちょっと顎にこうかけて、画像が違うんじゃない？うん、これよっしゃ、いいや、うん、投げやりんだな。今ね、命捨てたよね、うん、これ耳にかかってるよ、これ。ん、そう、そんな、じゃあ、キッツキツでいくんだね。現状顔でかすぎ。顔で現状でかいね、これ。耳出ないよ。あ、いや、いける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 。だ、け、本当にこれキュンキュンのやつなんだね。キュンキュンにして。でも確かに、なんかね、こういうビリってする系のものさ、うん、あの水分がなくなると痛くなるよ、急に。へえ、うん、これで、だからそれと同じだったら痛くなっちゃいそうだけどね。まあいっか、ものが違うから。すごい、これやばい、このアングルやばい。何、取った取った取った、今この。やめてやめて。ああ、そういうことか。やばいやばいやばい、このアングル。まあそれはそういうことだね。いいアングルってことでしょ。うん、使ったら電池がないのか。シバペケリョウだったな、今。いやいやいや、なんかそれは俺さ、ダメ。それすごい。あ、すごい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 。サービスリー。そこまでやっちゃうとちょっと色々なんじゃない。つかない、普通に。どういうものこれ。うっさいな、これ。あ、それあれだよね。これは何やってんだよ、これは。頭皮のケアだよ。それさ、床歩かしてみると可愛いんだよ、すごい。ちょっと。へぇー。ちょっと、電源つけないで、こいつ歩いててもらっていいだ。可愛いでしょ。歩いてるって、歩いてる。進んでるな。ちょっと後ろに進んでるね。ちょっと進んでるね。かわいいな、これ確かに。それでレースしようぜ。こういう風になった。もうあれじゃん、バットマンの敵じゃん、映画の。あ、これか、違うな。やばい、しばらくパニックになってる。あ、ついた。あ、こういう振っちゃうね。左側、うん、遠くって書いてある。長押し、長押しした。これ何もつかないよ。あ、じゃあ電池切れ。いや、電池切れついてる。こっち側はつけた。おい、ひねるとかないの。あ、これついた。電、え、光ついてる。ああ、ついたよ。ああ、示して、消えちゃった。え、長押ししても一瞬ピカッてするだけなんだけど。ついた。もっと、ボタン1個しかないの。2つある。点滅してるけど。オンとオフがある。こっち一生つかないで。え、大丈夫かお前。ちょっと一旦持ち帰ります。それか、あれかもね、ちゃんと設置してなくて反応しないとかなんじゃないかな。ちょっと抑えながら、ちょっといくよ。けどピカッピカッピカッ、同時につけないと作動しないのかな、やっぱ。でもこっちが作動してないのかしくない。作動してんのかしくない。作動、同時に、こうだから、こうなんじゃない。確かに口出てる。あー、説はある。あ、ぽい、あ、ぽいぽいぽい。あ、こうだ。いや、もうつかない、つかない。ついたね。怖い、生殺し。え、こっち一生つかないよ。なんで。え、うん、強いな。あ、やめて。やめて、やめてよ。
俺がやってあげようか、こうやって。なんでなんで。ああ、いやいやいや。パワー。これちょっとつかないですね、無念の。つかないね。うん、いや、しばらく明日僕が持ってきてあげるよ、それ。あるの？あるある。あ、それのね、なんか、それいくらのやつ？虫さん美意識高っ。ちょなんかね、あれなんだっけ、僕さ、うん、めっちゃお金使うやんね。それでクレジットカードでさ、ポイント貯まるやん。でなんかさ、多分みんなもポイントめっちゃ貯まってるよ。本当に。でなんかそのポイントで交換できるもんないかなって見てて、うん、なんかあんまりいいのなかったんだけど、まあ C っていうのはこれかなって言って交換したやつ。そんなマイルに乗せばいいじゃん。マイル？マイルに変えて両親にあげるもんだろ。飛行機乗るんだよ、この人は。ご両親おらんもんね。多い。そうだからね、ちょっとなんかね、高いやつがあるのよ。レベルがピッ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 って上げるやつがあるから、あ、じゃあ明日持ってくるよ。これ痛い？びっくりする。面白そう。びっくりする。せっかく小顔になる覚悟を決めたんで、うん、あとりょうくんに買ってもらった16万円の美顔器持ってくるよ。あ、それは見たいわ。見たい。あれも結構顔がピガッピガンってなるから。うわー、美顔美顔。じゃあ明日に続きます。うん、おっと、いやー、ネタ会議お疲れ様でした。お疲れでした。今日はなんかすごく長く感じました。あれ、うん、疲れた。顔むくんじゃってんじゃないですか。ねえ、なんか顔パンなんだよ。顔ポシャりました。座ってるしね、ずっと体動かさずに。ね、うん、昨日ね、しばりくんが顔のリフトアップを気にしてらっしゃるということで、それか、これね、これがうまくいかなかった。これもやりたい。これ持ってまいりましたよ。あ、もう正式なやつですね。はい、はい、もっといいやつだね。これめっちゃ安物だから。あ、安いんだそれ。そう、マジやりたいそれ。あ、怖っ。なんか電極の感じとか三角だし。今日徹夜が臭すぎてもお前だけ違うところで苦しんでたもんな。なんか俺本当におならしてないじゃん、うん、あれから、うん、そうだね、つまんないぐらい。そうだね、申し訳ないんだけどさ。いや、いいんだよ、パソコンの本当に我慢してないの。まっとうなの。本当に出ないの。あんだけ出てたのに体が忘れちゃう。健康なんだよ。お尻を直しちゃう。健康じゃないじゃん。いやいや、健康なんだよ。おならをしないってこと。うんち出てるもん俺、別に。お尻直したからってこと、ね、マジでそれなんだよね。マジでおならは腸内環境で決まるからね、うん、普通にさ、生活してて街でおなら聞くことってあんまないじゃん。あるよ、俺は。そう、お前自分なんだよ。お前自分なんですよ。ブーっていう。ここだけなんだよね、無法地帯なら。え、すげえ、すごっ、かっけえ、はい、遅げえね、ちょっとなんか。あ、そうだ、なんかね、ここからあの、なんていうの、電気があるから、ここにね、なんかぬるってしたものをつけなきゃいけないんだって。おお。むしさんこれ家でやってんの？いや、むしさんって普通になんかね、こういうのね、好きなんだけどね、あんまやんないね、なんかめんどくせえから。小顔？そう。いや、なんか1回は使うけど2回目からね。これもだってなんていうの、なんか確か前話したけど、あれでもらったやつだからね、ポイントで。あ、自分でつけた方がいいよ。はい、これで1回好奇心で欲しくなるもんね。ちょっとこれは、あ、耳やね、その耳の上でリファとかが一番ちょうどいいんだよね。いい感じ？いい感じ？あれ、なんか撮ってる。あれか。おお。口そんな風になっちゃうの、これつけると。そう、なっちゃう。すごい顔だよ、君。唇切れるよ。マジで。俺、唇切れるんだよ。リップクリーム塗ってあげたい。本当に、要はカッサカサなんだよ。だから、手ちゃん、歯が臭すぎてさ。いや、結構、口呼吸してた、口呼吸。オッケー。それで風が当たった。大丈夫ね。じゃあ、お願いします。大丈夫ね。はい、行きまーす。おお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 ちょっとごめん、笑っちゃう。え、これ今日のどれくらい？うわー、やるかやってるやないか。こ
顔やばすぎる。ちょっと本当頭痛いわ。最悪にはないよ全然。痛い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 。ああちょっとし。ブル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 あ、ガチで痛いんだ。いやでも痛い気がする。痛そう。電気？だって松田も言ってたんでしょ。松田も痛いって。ってことは涼も痛いんじゃね。いや痛いって。松田が痛いから。いやでもな、いや涼くんはな、おおめっちゃ死ぬ気で我慢してみて一回。痛いってば。いや普通にあの腹筋のやつの口板でしょ。でもっと局所的だね。うん。だ腹筋のやつは別に耐えられない。ギュリンってくるのか。確かに。あれ痛かったわ。うん。なんか笑顔になっちゃう。シーって釣り上げられるか確かにまあ小顔効果はあるのかもしれない。でリフトアップは高校時代先輩がつけてたな口に。電気椅子です。伊野先輩が龍先輩の口にこうつけてあったっけ。なんかあったすごいな停止すごい学校に行ってんの目がねだよもうピキピキになるよ。いやマジでヤンキーの先輩いたもんね。本物のヤンキー、本物のヤンキーが普通にいたからな。いたもんな。あれ電気椅子誰もいないじゃん。ここ電気椅子私ですよ。自分でなるべくビチビチにつけてくださいもうちょい上じゃない鼻がもっと上。鼻がね口鼻がこれがこう。ああそうそうそう面白顔マスクだね。これを頭の上でやって。すごい、とても届くと思えない長さから来るんだな。そのこれもうこの時点で相当 PBD やるからね。うわ、怖っ。ここを、うん、何段階これ。忘れちゃった。でもあんまり多くなかったけど。うん、フィリーで来る4、5。めっちゃ我慢してよ。めっちゃ我慢して。あれまだ来てない。来たら手挙げてください。うん、ずっと来てる。あれあれ怖ずっと来てる。え、しばゆしばゆしばゆ。あえ、しばゆ怖い。え、今日で一緒。あ、一緒しばゆ。めっちゃ痛いよ。怖っ。しばゆめっちゃ痛いよ、これほら、もういやもう、俺ら耳痛くなるぐらい叫び声聞いたんだよ。めっちゃ痛いの、これ。いやね、りょうくんの顔がね、顔はすごいね。顔はすごくなってんだよね。めっちゃ痛い。めっちゃ痛いでしょ。めっちゃ痛い。めっちゃ痛いことは確かよ。めっちゃ痛いガーってやつ、あの、あれんあれか、あの手首の痛みか。あ、でも、あ、でも痛くなってきた。ピリつく感じやんな。最初だけね、あれなんだけど、途中からちょっと気持ちよくなっちゃうね。全然痛くない。あれダウトじゃん。しばゆ暴れるから。いや注目ダウトだな。ダウトパニクるかどうかなんだよ結局。痛いのは痛みを感じ方は変わらないよ。だってもう電気今オフじゃん電源。いや普通にちゃんとやってますから今これはね。うん、痛い痛くちゃう。別にああ来てきた。あるんだね。リズムが変わってきてる。波が新しい痛さが来るのよ。なんで別にこれその叫ぶほど痛いものじゃないよ全然。まあ健康器具ですからね。痛いもの売らないからね。すごいよ。花瓶に反応してせいなんか恐怖心得ちゃってる。いや本当に俺は恐怖なの最初から。面白い。痛い痛い。怖がってるものをやられて痛かったら叫ぶでしょ。恐怖心がないもう本当に。いやいや違う。でもこれ買う人たちがみんなそんな叫ぶと思う。これ買う人たちがそんなみんな叫ぶと思う。痛い。これを望んで買う人は小顔になりたいし、恐怖心を克服する器量を持ってるよ。強制的にやられたらそれは叫ぶと。ありがとうございます。あ、いい。じゃあ、セーブなら最後までしばらくもう一個ありますね。じゃあちょっと電気椅子変わりますか。こっちする。こっち座るか。これはりょうくんがやってくれた方で。ただこっちの方がないですよ。でもあ、それもちょっと来るのか。十何万。16万ぐらい。すごいよそれ。それ火力高いんじゃないの。しばらく一回ね、自分のお肌を香水でビチャビチャにしてください。これいくつかも構わったやつです。あ、韓国だね。そう多分ね、なるべくビチャビチャにして。いくつか肌をだよな。下手くそか。下手くそ。で、これをですね、こうやっていくんですね。大丈夫だって。しばゆ危ないから。赤いの。じゃあこれ熱いとかじゃない。普通についてるよ。危ないから。危ないから。ちょ、何この手。あかんでしょうか。うわわ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 
自分でやったほうがいいよ。多分ブーってね、同じ感じ。あ、目の付近やめて、目の付近。自分でやっていいよ。あー、すごい。あ、でもこれは自分の痛いよりなんか気持ち、わか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 、電気が苦手なんだな、芝居は。はい、初めて触った猿。うん、痛い。力入れるとやばい。その震えは電気なのか芝居はどっちか。いや、芝居のはずですけど。おお、あー、痛い痛い痛い、ここ痛い。毒素溜まってるわ、そこ。おお、おお、あー、でも痛いとここそ効果あんじゃん。あっ、すごい視神経こうピーってきた。ピーえ、だからちょっと離すと逆に痛いと思う。グッてつけた方が。あ、すごいピクピクしてる。痛づけないんだけど勝手に目ビクビクするよね。あー、いやー、すごいね、これ。楽しんごさんのとこでさ、目のやつやってさ、目がもう勝手にグリン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 こうなるやつだったけどさ、めちゃくちゃ目パッチリになったよ。引っ張られるって感覚だよ。でも、うん。慣れたっちゃ慣れたって感じ。うん。絶対もう慣れてるね、見えん。ここがダメよ、ここが。あ、でも、あ、ここがダメだ。でも集中的な時で見てよ、りょうさんのこと。目つぶっちゃってんだから。ずっと痛いんだからな。こっちの方が全然いけるわ。あ、ビフォーアフター撮りやがったな、芝居も。確かに、小顔も。長くない？なんか、それあるのよ、勝手にその何回、何回のセット。あれ？はいはい。うん。結構それ長かった気がするけど。慣れれば気持ちいいかもしれないけど。そうですね、行きます、一応。哲也さん、こっちやってみたら。マジか。今、自分で一歩後ずさりしたら、自分のリュック踏んで、キーホルダー壊れて何なりちゃって話だけしてもらって、それ今映ってたかな、なんかパキッて言って下見てパッてなったけど今じゃねえとすごいなお前っていう一瞬がありましたよ。柴湯が動いた時ね、なんで頑張って我慢したんだな。あ、ここに来て今朝9時に集合して今夕方の5時40分、うん、なんかめんどくせえなと思ってずっと外さなかったボディーバッグいますわ。確かに確かになんか外すのめんどいなと思ってずっとつけてる。なんか突っ込むぐらいじゃないけど、あ、ずっとボディバッグしてるなーってなんか3回ぐらい思った。本当に気に入ってるよね。俺もなんでだろうと思ったけど、まあ1回めんどくせえしと思ってたけど気に入ってるよな。ついに外した哲也と。これ親和性いいね。それだって俺も電気めっちゃ苦手なんで、まずカメラにビフォーの方を。電気きついよな。はい、こんな感じです。あー、本当に怖いな今日。割と調子いい。俺最近スキンケア半端じゃないんだよね。え？化粧水、乳液、美容液、美容液、ね、なんか確かに張りがいいよ、いつも。うん、偉いね。うん、頬周り全然違うよ。でもプリンやばいよ。田中みな実になろうとしてる。全部こなせるか、そんな。いや、待って、めっちゃ怖いんだけど。大丈夫だよ。芝居のせいなんだよ、ほんとに。ほんとだよね。ほんとに怖い。でもこれ、このさ、視聴者さんがその同じように持ってんだよ。これ買えないんだよ、芝居のせいで。で、だから哲也が痛くないっていいものなんだよっていうのを言ってあげないと、この商品がかわいそう。いや、でも本当にスッキリするよ、この顔が、うん、いいえ、めっちゃ怖いな、これ。確かにやってみた後だといいいいよね。え、ちょっと電源切って。癖になるんだろうね。で、量もね、参考にならないから、本当に哲也が参考だね、じゃあ。もう本当、意外と普通なんだよ、僕は。結構もうそのゴムの時点でだいぶね、ギュッてリフトアップしてるんですね、うん、あ、いいですか。あれ哲也、口変わってないって。は？口もぐいってあげなきゃ。あれ、お唇って言いたいの？本当はあんまり変わらない。なんかずるいけどここ大事だよね。うん、お、いい感じ。あー、怖い。お、似合う。あ、でもなんかうまくつけれてる。うん、いきますね。合ってるね。いや、ほんとに怖いなぁ。おー、来てる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 。もう、うね、痛い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 。7回ぐらいは下がってる。そんなになかった気がするけど、なんか結局5段階ぐらいだった気がするけど、ね、20個の針がピシ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 って。でもほら、ちょうどこれ、これか。ちょうどこれ、これ痛くない？あの、50個になりました。50個になって、おお、180で今、580個。あれ、うるさくない？ほら580。ほらほら、あ、でも580ピーク慣れるんで大丈夫だよ。口がやっぱ変わってくるんだよな。汗がすごい。てつや、唇が片方に寄ってるよ。なんか2個あるよ。大丈夫？完全に引っ張られてる、こっちに。わかる、顔歪むよね、なんか。へぇ、すごい。あ、今ドド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 、今気持ちよさそう、それ。今20個になってる。ああ、やめない。今一番気持ちいい。
いやすごい、最初20、50、180、580ってくる。うん、でも慣れることない。ひょっとこですか。うーん、120。違う。こっち向いてるよね。うん、向いてるね。どうせ外したら治ってなかったら。あ、おい、え、800いくじゃん。嘘、新しい世界か。でも、でも絶叫するほどじゃないんですよ。よかった、うん、なんとかなってる。気持ちいいわ。うん、いいかもしれん。いい痛みだよね。うん、なんか効きそう。あ、ちょうどリアルですよね。あぶねー、一番リアルだった。あ、これが普通だね、多分。うん、普通で俺が嘘つき、多分、いや、嘘つきじゃない。ビビリ、無敵。いや、一緒じゃん、俺のですよ。いや、こんぐらいじゃん。普通がこんぐらいだって。両方嘘つきかもしんない。そんなにでもないのに叫ぶ人と、我慢してる俺は。すごいのに、嘘ついて叫んでない人かもしんない。まあ、嘘には我慢してるだけだって。うん、うん、すっげっ、すごい引っ張られてるよ。うん、線、左が線。なんでこんな差あんのこれ、付け方。まあ、わかんない、付け方かもね。うん、え、ちょっとこの商品気になってるのかな。それじゃないですよ。それは目の前に落ちるやつね。アフターがね、あるので、うん、もうこれ、この辺でやめときますか。まあ、5分ぐらいでしょ、今、うん、かな。5分でも変わると思う。そんな、どうなんだろう、そんなに急に変わるのかな。劇的にね。あ、電気じゃ変わんないの、どうなんだろう。いや、どうなんだろう。うん、お、なんか、シャットしてるよ。顔が小指の爪ぐらいになってる。ちっちゃくなっちゃった。変わったのかな。なんかすっきりした気はするわ。そう、すっきりした気はする。すっきりしてる気はするけど、なんかね、持ち上がってる感じはしますよ。目も開くような、シュッとしたような気もする。すっきりした気がするよ。もう気がするって言うしかない。うん、俺も気がするもん。うん、でもみんな気がしてるから今。うん、本当も気がしてるよ。気がすればいいからね、これは。そうなんですね。いいよ、今顔ね。うん、山にがなかったら調子いいかも。ポンポンだな。というわけで、デザインがイケメンになってよかったと。うん、いい商品なんですね。はい、よかったです。お疲れ様でした。